中年オタッキーです。先日はね、ライブご視聴いただきありがとうございました。たくさんの方来ていただいてね、あんまり大した内容じゃなかったんですけどね、まだ見てないっていう方はぜひね、アーカイブの方でね、ご視聴いただけたと思います。はい、で今日はどんな内容になっていくかというと、このキャノン A1 ですね。先日まあツイッターとかではね、ある程度つぶやかしていただいたんですけども、このキャノン A1 のファインダーのね清掃とかね、のメンテナンスをやったんですよ。その時のエピソードとかをねちょっとやっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回登場していただくこのキャノン A1 なんですけどね、先日ね、ジャンクカメラ6台まとめてセットっていうやつに、ついてきたやつです。で、ファインダーがね、曇ってたのと、シャッター泣きしてた、ね、シャッター泣きっていうね、A1 はシャッター泣きって言ってね、シャッターを切るとキューンって音が鳴るんですけど、そうするともうミラーがゆっくりしか動かないし、シャッタースピードもおかしくなるんですけどね。で、シャッター泣きはね、修理、したんですよ。そこを開けて、そこからね、油を入れたんですね。で、シャッター泣きは修理したんですけど、ファインダーが曇ってたんで、この軍艦部を開けまして、ファインダー、この、ね、ここですか、ファインダーのね、レンズ、このレンズをね、かびたたんで、それを清掃したんですね。で、結構ね、分解自体はね、まあ、中田師匠ね、フォトライブさんの、中田師匠の動画をね、見ながらやったっていうこともあるんですけど、結構簡単でした。ただね、分解するにあたって、すでにね、もうジャンクで完全に壊れてた A1 を1台、練習として分解して、それで失敗をしないように、この A1 ともう1台持ってる A1、2台とも分解したんですよね。で、ファインダー清掃と露出系の調整をしたんですね。で、まあ、分解の手順といえば難しかったのがね、中田師匠の動画にも出てきますけど、このね、ここにある、これ何でしたっけね、ダイヤルをね、カバーする、この、このスライドスイッチみたいなやつ、ここにね、玉が入ってるんですよ。これがね、ものすごく難しかったです。ただ、それを除けば、こんな複雑なね、構造をしてる A1、ここだけは、ここを除けば、まあ、結構簡単でした。で、このカバーがね、玉をなくすとまずいって言うんですけど、これ別にこれ、開きっぱなしでいいよっていう人は別に玉なくても大丈夫になります。で、まあ、分解したんですけど、分解して、ファインダー清掃して、露出系調整して、組み直したんですけど、組み直した後に問題が発生しました。これダイヤルをね、変えてもね、シャッタースピードも絞りも変わんなくなったんです。どうしてかなと思って、もう一回分解したら、えらいことになってました。これね、これがね、分解した時のシャッタースピード絞り調整ダイヤルですね。このね、裏側がね、えらいことになってるんですよ。これ、左が正常品です。で、右側ね、金具みたいなのが外れてるの分かります。これね、プラスチックに、この金具がね、この接点に当たって、シャッタースピードとかね、絞りをね、変更する部分になるんですけど、要はね、このシャッタースピード絞り調整ダイヤの裏にある金具、これね、プラスチックを溶接してあったんですね。もうちょん付けみたいな感じで溶接してあって、それがね、外れてしまって、調整できなくなったということなんですね。で、僕はジャンク品のね、その完全に、動かなくなった A1 をね、さっきの練習場に分解した A1 を持ってたんで、それからね、それ取ったんですね。これがね、分解風景になりますけどね、ちょっともう、えらいことになってますけどね、これ、2台、A1 をね、並べて分解してますけど、ものすごい光景ですよね。で、
まあ、分解してね、あの部品を取って、無事ね、移植したんですけど、ちょっと一部分ね、ちょっとあの壊した部分があって、まあなんとかね、綺麗に組み上がってはあるんですけど、この A1 ね、その、F1、キャノン F1 をね、メンテナンスする、ためにね、費用を捻出するためにね、ちゃんと動作品にして売ろうと、目論んだカメラだったんですけども、こんなにいじくりまくってたら、ちょっともう売れないですよね。だから、売りに出すのはね、もう一台の方にしようと思ってます。で、最後の一枚、これね、動くようになった A1 と、泣き殻になった A1 ということで、ちょっとね、まあ、動いてね、動かないようになってるからね、まあ、いいっちゃいいんですけど、まあ、ちょっとかわいそうなことをしたなっていうところはありますね。はい、今日の動画ね、こんな感じなんですけど、キャノン A1 だけじゃなくて、結構ね、値段がつくカメラですね、いわゆるね。もう1円とかで買えるカメラだったらどうでもいいんですけど、値段がつくカメラはね、やっぱね、一回ね、初めて分解する前に、練習用のね、完全に壊れたやつでね、分解して練習するのがいいと思いますね。今日はね、カメラをね、分解してね、調整したり、清掃したりするっていう、ちょっと、コアな話題になっていきましたけどね。まあまあ、ここから先は、いつものね、視聴者様の作品投稿のものになってまいります。はい、作品投稿のコーナーね、トップバッターはね、井上ひじりさん、組写真ですね。タイトルがね、手のひらのスーパーカーショーということで、キャノン EOS M100 EF-M28mm F3.5 マクロ IS-STM ということですね。使用レンズカメラ、7月はずっと雨続きでしたので、なかなか外に撮りに行けず過去作ですが、ということですけども、これね、フェラーリのね、365GT4BB、これ、カウンタックの LP400 かな、それ LP400 ですね。あとはね、ランボルギーニのミューラーのね、この3台の写真なんですけども、これね、背景よくこんだけ白で統一できましたね。これ、面白い写真だって、まだね、モデルのね、出来が素晴らしくいいんですよね。これなかなか面白い作品にな、3枚組の作品になってますね。365GT4BB も、512BB もそうなんですけど、これ、フェラーリのね、512BB とか 365BB、ベルリネッタボクサーって言って、ボクサーエンジンっていうね、意味らしいんですけど、実はね、ボクサーエンジンじゃないんですね。これ、180度 V 型、エンジンなんですね。ボクサーっていうのはね、完全に水平対向で、これはクランクのタイミングが完全に合ってないんで、ボクサーエンジンじゃないんですね。ちょっと豆知識です。井上ひじりさん、ありがとうございます。全然写真と関係ない話です。すみません。次がね、サムライジャパンさんの作品2枚。1枚目がね、これ、角太鼓っていうのかな？門太鼓っていうのかな？ペンタックス K100、K1000SE か。SMC ペンタックス 50mm F1.7。富士クローム、ベルビア100。2枚目が、出来上がった T。キャノネット QL17G3、富士フィルムのネオパンアクロス100ということですね。1枚目も2枚目も面白い写真になってますけども、特に注目しているのは2枚目の写真でね、これ建造物の写真なんですけどね、着眼点がいいんですよね。見上げてね、大きく見える写真ということで、ちょっと絵心がある人が撮る、写真になりますね。サムライジャパンさん、いつもありがとうございます。次はね、テラさんの作品、タイトルがね、思い出横丁、赤ちょうちんですか、これ、カメラがね、富士フィルムの X プロ3、レンズ XF35mm F2.0 ということですけども、この写真なんですけども、着眼点が素晴らしくいいですね。前ボケも使ってまして、奥のちょうちん、ほんで行き交う人々を撮っておりますけども、こういう写真ものすごく好きですね。いい写真になってると思います。というわけで、次回から、このテラーさんのね、思い出横丁赤ちょうちん、この写真が、タイトル画面になってまいります。テラーさん、ありがとうございます。次がね、一都市九さんの作品2枚、1枚目がね、
願望、オリンパス OM30、随行 50mm、F1.4、ケントメアパイン400。2枚目がね、大工事、データは同じですね、オリンパス OM30、随行 50mm、F1.4、ケントメアパイン400ということですね。1枚目なんですけども、これね、着眼点はいいと思います。被写体はいいと思うんですけど、背景がちょっと整理できてないんですね。僕だったらもっとごちゃごちゃせずに、上向けて撮るかもしれないんですけども、それか、完全に背景をぼかすように被写界深度を浅くすると思いますね。2枚目は、大工事ということで、これはね、もう普通にね、パンフォーカスで、撮っていいんだと思います。普通のにいいんだと思うんですけど、まあ、天気が良かったらなお良かったですかね。はい、一度四球さん、ありがとうございます。今日の動画はこんな感じになります。今日もね、やったはやっちまったのコーナーと、俺のカメラのコーナーはお休みになってまいります。またね、いい写真、撮れたらね、投稿していただければと思います。まあ、こんな感じなんですけどね、今日の動画、カメラのメンテナンスね、結論としてはね、あんまり自分でやらない方がいいと思います。まあ、大事なカメラをね、壊してしまうっていう可能性が高いといえば高いんでね。だから、もしやるとするならば、私の今回みたいに、完全に壊れたやつで練習して、本番に臨むみたいな、ね、今回はねちょっとそのシャッターダイヤルのね金具がね落っこちる脱落するというねアクシデントが起こってねちょっとドタバタしましたけどもね、まあ、一応ね、2台動いてた A1、2台ともねいい調子になっております。いいよ、よいしょ、あスローシャッターになってたよいしょ、うん、もうね、全然普通のね、シャッターなきも止まってますしね。こんな感じ、本当はね、プロに任した方がいいんでしょうけどね。まあ、ジャンクで買ってね、安く買ったカメラを、何万もかけて修理するっていうのもね、ちょっと微妙かなと思ってね、自分で修理に、まあ、挑んで、まあまあ、なんとかね、成功しましたけどね。このカメラ、今持ってるカメラ、一応試写して、現像待ちになってますけど、まあ、もう一台のカメラをね、売りに出していくことになると思います。はい、今日の動画はこの辺で、次の動画は多分ね、この A1 で撮ってきた試写の写真になっていくか、こちらね、こちらのね、オリンパスペン EES、の、作品紹介しながら、話をしていこうと思ってます。はい、今日の動画はここまで、また次の動画までね、お待ちください。高評価、コメントね、どしどしお願いします。この私の動画ね、高評価とね、皆さんの高評価と、コメントに支えられておりますので、ね、ぜひぜひお願いします。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。